大阪府立高津高等学校、大阪府立高津高等学校、大阪府立高津高等学校、英賞は、大阪府大阪市天王寺区江笹町にある、公立高等学校。1918年に11番目の、府立中学校として創立。中等教育機関の入学難を緩和させるため、大阪府が、 大正中期に新設した旧正中学校5校の一つ。校内にある高津休止費は大阪市下の冒頭にある高津宮の起源と伝えられ、校名もこれに由来する。校章は旧正中学の中を表す6両に山桜門、天王寺2本線、市岡3本線、今宮4本線と大阪市内の府立中学校は 交渉の左右に創立順を表すラインを付していたが、当校はラインをやめ、山桜の花弁五枚で市内第五中学であることを表している。原校者の正面についている交渉も中の中、縁取りを埋めていない旧正高津中学時代のデザインである。校歌は当時の生徒で、現、ジャズピアニストの大塚義明二十九期が作曲したものである。一番に、 上町大地の校舎から眺める山、生駒山、2番にこうぜのキーワード、自由が愛と平和の間に、そして3番に、交渉の星、六両、桜がそれぞれ歌い込まれている。なお、高津の孔明は3番になるまで登場しない。旧制高津中学校校歌は、高木及びことが作詞、長井智恵が作曲した。冒頭に高津旧跡があるが、 やはり公明は歌われていない。服装も自由で、制服などは特に定められていない。生徒会は自治会執行部と称し、役員は年2回の選挙で選出する。教育目標として、強靭な知性、みずみずしい感性、品格ある人間性を掲げる。進路指導に力を入れ、生徒に対する進路指導プログラムとして、進路習慣、進路講演会のほか、 進学のための早朝講習、土曜講習、夏季、冬季集中講習などを実施している。7月の進度週間では有名な大学、企業の説明会があり、生徒の進路を選択する指針にする。11月の進度講演会では、社会で活躍する著名な OB、OG が卒業後の将来について夢を語る。また通常授業の他に自由参加の ゼロ次元と呼ばれる、早朝講習や、夏季、冬季集中講座など実施され、受験勉強が強化される。記念祭と称して、体育祭と文化祭を実施し、最後にフォークダンスとファイアーフォークで締めくくる。記念祭の実施は、秋、9月下旬であるが、5月頃に、生徒実行委員会が発足し、クラブクラスごとに準備活動を始める。記念祭のかに、年に2回、 自治会執行部が中心となって実施するクラス対抗の校内大会があり、主に休技を行っている。各クラスにおける討論の結果を反映させ、自治会が種目を決定する。当日の運営も自治会の手で行う。1987年に放送された NHK 庁の連続テレビ小説、八歳先生の舞台である架空の上本町中学のモデル校になり、 当時はまだ旧校舎が残っていた高津高校でロケも行われた。1918年3月28日の文部省国事第38号により大阪府立第11中学校が大阪市に設置されることが認可された。設置当初は正式な場所は決まっておらず、大阪市北区北野茶屋町心科小学校を、仮校舎として設置された。 翌1919 19年3月28日の文部省国時代70号により大阪府立高津中学校と改称し、直後の1919 19年4月に大阪市東区東高津北の町、当時の現在地に校舎が竣工して移転している。1922年には大阪府の学校では初めてとなる鉄筋コンクリート校舎が竣工している。 1934年9月21日の室戸台風では木造校舎が倒壊したが校内での人的被害はなかった。1945年3月13日深夜から3月14日未明にかけての第1次大阪大空襲では校舎や倉庫などを消失している。また5月22日、6月5日の空襲でも校舎に被害を受けている。 空襲で被災した校舎は1948年2月に復旧した。1948年の学生改革により、全日制普通科、定時制普通科を併設する大阪府立、高津高等学校が発足した。同年4月28日付で近隣の大阪府立、清水谷高等学校、旧制清水谷高等女学校と、生徒、教職員交流し、 男女共学となった。1956年新入生より英語化について、新度別のクラス編成を行うことにした。しかし反対もあり、1959年に通常のクラス編成へと戻されている。また、同時期には選択科目としてドイツ語が開講された。1969年から1970年にかけては、 学園紛争の影響を受け、一部生徒が学校を封鎖する騒ぎも何度か発生している。校舎老朽化に伴う建て替え工事により、1992年には新校舎が完成した。2002年度から2006年度にかけての5年間、大阪府教育委員会から L ハイスクール事業の指定を受けた。また2008年にはスーパーサイエンスハイスクールの指定を受けている。 2009年には大阪府教育委員会の進学指導特色校事業の対象校になり2011年度より従来の普通科に加えて分離学科を併設した1934年に夜間中学校が併設されたことが定時制の起源となる夜間中学校は1948年の学生改革により大阪府立高津高等学校定時制となった しかし1995年、大阪府の定時制高校再編策により、高津高校を含む、府立、高校六校の定時制、高津、市岡、今宮、勝山、森口、佐野が募集停止となることが発表された。学校関係者は他の対象校の関係者とも連携しながら廃校反対運動を起こしたが、廃校の方針が決まり、1996年、 以降の新入生募集を停止した。在校生が卒業した1999年3月に閉課程となった。なお、同時期に開設された大阪府立桃谷高等学校定時制課程が、高津、勝山の両校定時制課程の実質的な後継校として位置づけられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。